はい、初アップローラーコースター、今日のゲストは秀樹さんです。はい、どうもこんにちは。イエイ、どうもこんにちはどうもローラーコースターボーカルの秀樹です。どうもパーカッションもやらさせていただいてます。ありがとうございます。はい、どうも普段着です。結局やっぱそこアピールしないとダメですね。ごめんね。いや、これ触れないはずだったよ。触れずにどうやって進めていこうと思ったけど、はい、やっぱダメでしたね。まあそうね、淡々とね。そう、触れずに淡々とっていう予定だった。自分から言っちゃったよ。無理やっぱり。しょうがない。ローラー履いてどれぐらい経ちます？え、もうそれがさ、これだから。ほらローラーがさ、人生初のバンドなんだよね。バンド経験自体なかったから、それまで。そうだ、2009年のその年のジャズフェスの後なんだよ、入ってるね。10月から加入してるから、いろいろあってね。その年のそうジャズフェスすごかったです。そう、ボーカル不在だったからね、いろいろあってね。そういやだけど、ほら、もともとさ、ローラーコースターって言ったらさ、やっぱ超スーパーボーカリストのトムさんがいてさ、僕からしたらトムさんってやっぱすごい、いや、こんな歌うまい人いるんだと思って、ただ3歳からずっと歌は好きでさ、で6歳から13歳までピアノはやってて、でその後も歌は好きで歌ってるんだけれども、カラオケ行くの好きだったんだよ。やっぱ歌歌うの好きだったから、うん、なんだけどトムさんの歌を聞いてから歌うのやめたんだよね。へー、一時期。変な話なんだけど、でその後、そうだ、だからそうだ、カナがバンドに加入して、ね、バンドのライブの時に写真撮らさせてもらうようになって、でいつだっけな、だから2009年に入ったら、多分2008年の年末か、うん、あのローラーでさ忘年会やってさ、カラオケ行ったのよ。でその時にみんなの前で歌を歌って、うん、でその後だよね。でまあトモさんはちょっとほら、まあね、あのバンドやめられるって話になって、じゃあ僕からどうするのかって話になって、でその当時いたほら、あのサブリーダーのギターのケイちゃん、今でも覚えてるのは2パー6B2 で、その日練習があって、スタジオ入ってね、みんなで、ほんでその帰り、あのすぐ近くの大きな駐車場、あそこでケイちゃんがさ、正秀さんに言うのよ。秀樹にボーカルやらせてみたいと思うんだけれどもっていきなし言われてさ、でローラーがさ、どんなバンドかやっぱ自分自身がよく分かってんのよ。どれだけの、その当時やっぱさ、どれだけのお客様が来ててさ、でどれだけに、でその当時ね、やっぱいろんな方が聞かれててっての分かってるから、と思って、だからそうだ、その日の夜寝れなかったんだよね、話聞いて。でさ、その時どういう状況だったかっていうと、そのライブ写真を撮ってたのがローラーコースターだけじゃなくて、含めて10バンド撮らせてもらったのよ本当で、その中にあのプロミュージシャンの方もやっぱいらっしゃって、だからほぼ毎週、だから土日って言ったらどっかのライブハウスに行ってさ、ライブ行って写真撮ってたの、あの時期。そうそろそろカメラを買い替えようかなっていうところで、いいやつが出てきてさ、で、あ、じゃあもうちょっと頑張ってそのカメラ買おうかなって時に、その話がローラーの僕がやらないかって話が出てきて、どうしようかなって本気で悩んでさ、でもそうこうしてたら、その撮影してたバンドさんがびっくりよ、どんどん休止になってって、バンド活動が。で、なんだろうこれはって思って、そうで、どうする、あの入る入らないって話になって、じゃあ入らさせていただきます。でそう、ただほら、あの僕の場合はその歌だけじゃなくてパーカッションもやってもらいたいから、だからその両方だから、歌歌うときは前に出てきて歌を歌って、でそうじゃないインストルメンタルのときはバックに下がってリズム隊としてやってもらいたいんだって正秀さんから言われてたから、これが面白いのはさ、パーカッションもやってみたかったあれだったのよ昔から。
そう、結構あの、なんだろうな、ライブとか見に行って、もちろんボーカルさんも聞くし、ベースも好きだからベースも聞くんだけど、意外とパーカッションも好きで聞いててさ。そう、だから、あれだよね、ローラーに入るって決まって、カメラ買うはずだったのが、ジャンベに変わったんだね。カメラが。ジャンベと他のパーカッションに変わった。ね、ジャンベでしたね、最初。いや、ほら、そこで行くとさ、あの、いろんなステージ立たせてもらってるけれども、やっぱ、ジャズフェスのね、フィナーレ出させてもらったりとか、はいはい、あれはやっぱすごかったからね、やっぱ、ね、あの、なんか、そうそうそう、ある人が、いや、3000人ぐらいいるらしいよって言われたことあるけど、うん、そこまでの人数はどうかにしても、でも、目の前やっぱさ、すごいじゃん。見たことないぐらいのお客さんが目の前に集まってらっしゃってさ、で道路の横の方までわーってたくさんいらっしゃってる、うん、あの場所で初めて立って歌を歌った時って何感じたって、ローラーをさ知らない方たちもたくさんいらっしゃるわけじゃん、うんうん、目の前に知ってる方もね、いつも来てくださるその、ね、お客様もいらっしゃるはいらっしゃるけれども、知らない、でも音楽大好きだけどこいつら誰なんだろうっていう皆さんの前で歌を歌うってすごいパワーを吸われるんだなって感じたの、あの時。だけどその吸われたパワーをどうやって戻せるかなと、やっぱそこでこのうまいこの循環ができてさ、なあ、そう、あの時立たせてもらって、まあ、3曲だったけど、なんかね、終わった後のさ皆さんからの大歓声とさ、もう本当あのすごい拍手は本当嬉しくて、そうそう、だからやっぱローラ入ってよかったなって思ったでしょ。あとはあれだよね、やっぱジャズフェス、あれもジャズフェスだけど、あの NHK 仙台の、あ、はいはい、そう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 、僕いなかったやつですね、FM、多分ラジオですよ、あ、小牧いなかったやつか、はい、そうだ、ラジオのほら公開生放送でさ、ね、だから土曜日の4時からか16時から始まったやつだったけど、あの時びっくり、4組か、あの音楽その演奏される4組出られたんだけど、うちがトップバッターで出させてもらって、うん、アート皆さんプロだったからね、うん、ローランのね好きな曲はいやこれ決めるの大変だねこれね何が好きかな、いや、さっきの乾きの海も好きだしさ、歌物でいくとね、で紅熱寺は自分で歌詞書いてるでしょ、はいはい、あとなんだろうな、アストラリアも好きだね、ハッピーも好きだな、そういうの順番つけるいいから、え、何それ、何忖度とかじゃないぞポントなんかあ、でもね、やっぱあれかな、歌物でやっぱ乾きの海好きだね、あの当時ちょうど曲できた時、そうだな、のやっぱちょっと心境とすごいなんかリンクする場所があったりとかして、すごいね、気持ち込めて歌って、ある時境にちょっとその心境じゃなくなった時に、さてどうやって歌おうかなって思って、なんだっけ、今は全然ね、頭の中でそのやっぱストーリーのわーって出てくるから全然、うん、その乾きの海の世界観で歌を歌ってる感じかな、そうそうそう、でそう、歌もだとそうだな、やっぱ紅熱情好きだよな、やっぱね、最近やっぱアストラリアも好きだね、あ、なんか聴いててすごい元気になる曲だなと思って、うん、なんかね、なんかちょっとなんか今日あーだなーとか思った時にね、自分たちの、ね、バンドの曲ではあるけれども、意外と車の中でかけてみたらなんか元気になれる、あ、すげえなこのバンド、あ、そうか、ローラーコースターだよそうそうそう